イブラーヒーム・ハーン・ガールディと、バーラージー・バージー・ラーをイブラーヒーム・ハーン・ガールディは、インドのデカン地方、マラーター王国のムスリム武将。イブラーヒーム・ハーンは当初、ニザーム王国に仕えていた。後、マラーター王国の最小府に仕えるようになった。1761年1月14日、イブラーヒーム・ハーンは1万の軍勢を率いて、第3次パーニーパットの戦いで、 アフガン勢力トゥッダーニー・アサと戦った。彼は、騎兵、不評、急兵、砲兵を指揮していたが、さらにマスケット銃の部隊も存在していた。だが、この戦いは、サダーシブラーオ・バーウやビシュバースラーオが死亡するなど、マラーターの大敗に終わり、イブラーヒーム・ハーンは敗走中に捕らえられた。その後、アフガン軍のナジーブ・ハーンによって、ムスリムであるにもかかわらず、 ヒンドゥーに仕えたとして拷問され、殺害されたと伝えられている。なお、イブラーヒームハーンの一族は、その死後も王国に仕え、1818 18年に最小が廃されるまで仕えている。ありがとうございます。